東京2020オリンピックパラリンピック競技大会会場オリンピックスタジアム東京2020大会メインスタジアムである国立競技場オリンピックスタジアムは2020年東京オリンピックパラリンピック競技大会にてメインスタジアムとなる国立競技場の大会における名称開閉式陸上トラックフィールド種目オリンピックサッカー女子決勝戦 パラリンピックマラソンのスタートフィニッシュの会場である。2016年夏季オリンピックの招致では、中央区ハルムに建設を計画していたが、4年後の最小地にあたり国立競技場を建て替えて、使用することとなった。オリンピックスタジアムでは、2021年7月23日の夜にオリンピックの開会式